チャオ、あっちゃんです。今日1月の23日水曜日、あっちゃんの晩ご飯の後に出たタイムは、今日ね、お出かけしてきて、ドンキで買ってきた、チチアスのココリッチマダガスカルバニラヨーグルト、バニラビーンズ入り、まだ助かる、まだ助かる、マダガスカル、それはい、まあそのどうでもいいや。はい、これが20% 引き、98円の 20% 引き、78円で買ってきました。なんでか、賞味期限が1月26日やからです。ということでね、マダガスカルのバニラヨーグルト食べたいと思います。ん、何が賞味期限26日まで、あと3日、いきます。うん、バニラビーンの黒い点々入ってるの、ほら、もし切れてたら腹の具合が、腹の具合がマダガスカル、突っ込めよ。ではいただきます。いや、面白ないから突っ込むねや、突っ込んでフォローする。あ、美味しい、これ今でも何もないからね。どうやっても面白くなる。そこを面白くするのはツッコミやろが、バカ者。絶対合わへん調味料を入れたぐらいのが、助けようがない。それを助けるのがツッコミや。愛のある愛の手や。美味しい。手に目でもあんの。あのね。何やろ、なんていうの、あのヨーグルトの酸っぱさにバニラの香りが入って、甘さがそんなに、甘さ控えめやねんけど、ほんのり甘酸っぱいねん。でバニラの香りがすごくて、ミルキーでバニラがすっごい効いてんねん。うん、もう美味しい。ちょっとね、シャリシャリしてんねん。これ何やろ、なんかシャリシャリしてる、もう美味しいね。110キロカロリーでございます。はい、全然気にならないぐらいのカロリーで、いや美味しいわ。うん、で毎朝、最近もう、まあ、毎晩ほうがいいんだけど、いつも夜ね、3人まとまって飲むことがないから、朝飲むようにして、食べたりようにしてんだけど、あるわね。うん、だからR1 食べるようになってから、ヨーグルト、他のヨーグルト可愛いなったんやけど、うん、ココリッチっていう言葉に負けてね、と2割引きに負けて買ってきてんけど、美味しい。これ食べたらやっぱ R1 のコピーは甘みがないからね、あんま美味しくはない。あ、カルピス子供に忘れた。いつもカルピスをヨーグルトに入れて子供に食べさせるね、甘み入れんのに。うん、あるよね、カウピス。あ、おいしい。いや、カウピスを入れてあげよう。おいしいね。完食しました。おいしかった、これ。ミルクと生クリームが織りなすコクがおいしいヨーグルトに、マダガスカル産のバニラビーンズを合わせました。チチアスこだわりの滑らかスイーツヨーグルトです。チチアスは1917年に日本で初めてヨーグルトを発売しました。チチアスって大阪のね、あの伊丹空港から飛んだチチアス の, あのヨーグルトのビルがあるんよね。はい、まあそんなわけないけど、もうちょっと、もうちょっとこうカップを舐めたいぐらい美味しいな。ほんま美味しい。うん、ってことでね、まあもうドンキはこういうの売ってんねんけども、次行ったらないねん。買ってて賞味期限ギリギリやから、そう、2セット3セット買ってくんのもどうかと思うから、ね、でも1セットしか買わないんだ。うわ、美味しい、また買おうと思ったらないねん。まあまあ仕方ないけどね。ということで、今日のあっちゃんの、晩ご飯の後のデザートタイムは、チチアスのヨーグルト、コクリッチ
マダガスカルバニラヨーグルト食べました。美味しかったです。はい、ことね、やっぱバニラビーンズ入ってるっても、視覚浄化からね、黒いつぶつぶ入ってるだけでなんかすごく美味しく感じてしまう。いや実際美味しいです。はい、ことで、ね、またね、見かけたらぜひぜひ買ってみてください。ほんのり甘くって生クリームのコクがあってね、なんだろう、優しい甘さにバニラが効いてね、めっちゃ美味しいヨーグルトです。はい、ということで今日のあっちゃんの晩ご飯の後のデザートタイム、この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのデザートタイム、チチアスの、マダガスカル産バニラビーンズ入りの、コクリッチヨーグルト、よかったよと思ってくれたら高評価を、で応援コメント、チャンネル登録してこれからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。